こんばんは、もちゃんです。今回はですね、ガンダムのね、20周年の時に出たのかな、そのね、超合金ですね。こちらのね、こんな感じのものが出てたんですね。これちょっとね、開封してね、中がどんな感じなのか。これがシールと説明書です。こんな感じの説明書ですね。で、中がこういう感じですね。ほんと古いね、あの感じに作ってますよ。もう。いくらなのかな、これって。いくらぐらい、結構高かったような気がしたな。これが2種類あるんだ、ロケットパンチが。肝心のロボットさん、ドロっぽくてね、こういうの好きだな。すごい昔のマジンガー Z 的な感じだね。可動つったらどうなのかな、ここ、一応、あ、ここも太ももも一応動くね。足首は動かない、固定されてる。腕も肩のみですね。でも好きだな、こういうの。これ、つけられるようになってんだね。じゃあちょっとロケットパンチいきますか。わお。これがこうで、はまんないじゃん。トロチックで好きです、すごく。いいっすね。今回はレトロチックなガンダム紹介しました。また。